ロサンゼルス級原子力潜水艦はアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。改め同系艦を含めると62隻が建造された。これは原選史上単一のクラスとして最大の配備数を呼び最長の建造期間の記録である。ロサンゼルス級は優秀な性能と優れた量産性を両立させることで 1970年代以降のアメリカ海軍攻撃型原子力潜水艦戦力の機関を構成した。また、トマホーク武器システム及び VLS の装備により潜水艦に対地火力投射という新しい任務を付与したことで潜水艦戦略に新しい側面を切り開くことにもなった。本級は新世代のソ連原子力潜水艦に対抗するため従来より アメリカ海軍が整備してきた攻撃型原子力潜水艦に工程せず意欲的な設計を採用している。適切なトレードオフにより従来よりもはるかに優れた静粛性と速力を実現し、これに統合ソナーシステムとデジタル化された水中攻撃式装置、そして新型のマーク48魚雷及びサブハープーン、対艦ミサイルを組み合わせることにより、本級は 極めて卓越した戦闘能力を有するようになっている。その一方で、先行可能深度は以前の3、4程度となり、氷塊での活動能力は大幅に制限され、居住性は低く、また将来発展余裕も限定的となった。本級は、その優れた性能を買われて、当時進められていたソ連海軍潜水艦戦力の増強に対抗するため、 1972年から1995年の23年間にわたって実に62隻もの多数が建造された。このように建造が長期にわたったことから本級は段階的な改良を施されつつ建造されている。公式には SSN-688 から718のフライトアイ、719から725、750の フライト2、751から773のフライト3の3ブロックに分けられる。識別点としては、フライト2については、トマホーク巡航ミサイル用 VLS の追加、フライト3については、センダの移設がある。なお、このように大きく関姿が変化したことから、フライト3は、改め、ロサンゼルス級と呼ばれる。ロサンゼルス級は、 空母戦闘軍を名追をし、ソ連海軍の巡航ミサイル潜水艦への対戦戦を優先的な任務として計画、建造され成功を収めたが、建造に至るまでにはいくらかの右翼曲折を経ている。1950年代のノブスカ計画以後、アメリカ海軍の原子力潜水艦は基本的に速度よりも静粛性を重視する方向で設計されてきた。 事実、船体の大型化にもかかわらず同じ S5W を搭載し続けて出力の向上がなかったため速力はスキップジャック級からスタージョン級まで一貫して低下しているのがその現れであるがこれはソ連原戦の速力性能は低いものであるとの情報評価に依拠していた。したがってスタージョン級の後継として提案されたコンフォルム計画においても 原子力潜水艦ナーワルの運用結果に基づき、自然循環型原子炉を搭載することが想定されていた。しかし、コンフォルム計画を推進する海洋システムコマンドに対して、立候バー提督は強硬に反対を唱え、水上環用の大出力原子炉を搭載し、30ノット帳の高速を発揮し得る感を要求した。 たためめの使用をめぐっってて論争となっていたこの論争に決着をつけたのは一隻のソ連源泉であった。1968年2月、ハワイ東方約450回りにおいて、ノベンバー型の一隻がベトナムの前線に向かう原子力空母エンタープライズ戦闘軍を追跡。 水中26ノットの発揮が観測されたため、ソ連源泉の速力性能に関する評価が誤りであったことが判明した。すでに全世代に属するものになっていたノベンバー型が、このような性能を発揮したことは、十分に衝撃的であり、当時最新のビクター型や、開発の進行を示す証拠が強まりつつあった、大震度先行能力と高速力を顕微した。 潜水艦を含めて、ソ連海軍と互角に対抗していく能力に、大きな不安が投げかけられることになった。立候バーは、このチャンスを逃すことなく、海軍内の支持者と議会内のコネクションを動員し、自らのオス高速潜水艦を実現させるべく、運動を展開し、ついには実現させることに成功した。すなわち、コンフォルム計画は放棄され、 三0の都庁の高速と、さらなる静粛性との統合を目指して、時代の源泉、すなわち、ロサンゼルス級が建造されることとなったのである。以来、ほぼ四半世紀にわたり、米原線の主力の座にあった、本級だが、さすがに旧式化が隠し得ない。冷戦終結後の1993年、建造計画の完遂を待つことなく、SSN-689。 バトンルージュが除籍され、以後、全機立て増艦を中心に退役が進められている。しかし、後継のバージニア級の配備が進んでいる2015年時点においても、主力の座を保持している。側面ズボン型の設計にあたっては、従来より、アメリカ海軍が整備してきた、攻撃型原子力潜水艦の設計に工程せず、徹底したコンセプト開発によって、 適切なトレードオフが実施された。この結果、スキップジャック級以来の類的型線形は放棄され、完全な魚雷型を採用している。この線形は、類的型よりも効力が小さいので高速を出せる。一方で、相関の面で、やや問題があるとも言われている。構造強度は、パーミット級やスタージョン級に比べて、いくらか削減され、セールや、 センダも対氷能力がない。この結果、潜入深度が減少したほか、氷海行動能力を含めた、情報収集任務に対する適合性が損なわれることとなった。これを改善するため、フライトーでは氷を割って浮上できるようにセンダを、セール側面から艦首に移設し、氷海下でのオペレーション能力が追加された。水上艦用原子炉を改良した。 ゼネラルエレクトリック社製 S62 型原子炉は、ナーワールにおける自然循環型原子炉の成果を一部採用し、低出力運転時にはポンプを停止したままでも運転可能である。これらの設計上の努力により、放射雑音レベルは、ほぼ、ベンジャミン・フランクリン級弾道ミサイル潜水艦、あるいは、通常動力型のバーベル級にほぼ等しく、静粛性で、 スタージョン級を上回ると同時にスキップジャック級を上回る速度性能を手に入れた。その一方、従来の原子炉よりも大型の S6G 型の採用により予備浮力は非常に少ないものとなり発展性は非常に限られたものとなった。それでも本級は増大する任務と進歩する技術に対応して装備の回収を進めてきたが最終参観においては ついに設計上のマージンを完全に食いつぶしてしまったと言われている。本級は統合ソナーシステムを装備した最初の攻撃型原子力潜水艦である。その機種は B99-5D であるが、フライト3においては手は機能及び u b f c s をも統合した BC-1 統合戦闘システムのサブシステムとなっている。B99-5D は 下記のようなソナーの集合体である。B99-5 によって目標を探知した後の処理、つまり強威度判定から攻撃指令、攻撃の実行については、フライトアイではその大部分がオペレーターに任されていた。ただし、水中攻撃式装置としては、初めて完全に自動化されたマーク117を使用しており、 従来使用されてきたアナログ式のものよりも大幅に効率化されていた。その後、マーク3 6 t w s の配備に伴い、マーク1 1 7はトマホークの射撃管制能力を付加された c c s マーク1に発展した。また、フライト3より BC-1 統合戦闘システムのサブシステムとしての c c s マーク2が搭載されるようになっている。 パサデナの魚雷発射艦室。右手上段および下段にマーク48魚雷が配置されている。本級は従来のアメリカ海軍攻撃潜水艦と同様、4門のマーク 67533mm 水圧式魚雷発射艦を備えている。これらはマーク48ヤドキャップ魚雷、サブロック対戦ミサイル、サブハープーン対艦ミサイル、トマホーク巡航ミサイル、 各種機雷を射出することができる。弾薬庫の容量は 533mm 魚雷に換算して22機分であり、また発射管内に4機を搭載できることから合計兵装搭載数は26機となる。なお、機雷は 533mm 魚雷1機分のスペースに2機を収容することができる。魚雷発射管4門という搭載数は アメリカ海軍の攻撃型潜水艦としては、標準的な搭載数であるが、特に対艦対地ミサイルを使用するとき、同時に投射できる火力が少ないことが問題視された。このことから、本級は、後に、ミサイル専用の垂直発射装置を搭載することとなった。VLS、上部発チを開口した状態ロサンゼルス級のフライト2以降は、 ミサイル発射用の垂直発射装置を12セル搭載しており、これにより、耐水場、耐地火力投射能力は大幅に強化されることとなった。この垂直発射装置からは、トラム、タッセム、サブハープーンを運用することができるが、耐水上火力としては、マーク48ヤドキャップ魚雷が使用されており、また、タッセムとサブハープーンの搭載が中止された現在、 これは事実上トラム専用の発射装置となっている。ありがとうございます。